ミシェル・ドッカリーは、イギリスの女優、歌手である。2010年から2015年まで ITV で放送された TV ドラマシリーズ、ダウントン・アビーのメアリー・クローリー役で、最もよく知られ、エミー賞及びゴールデングローブ賞にノミネートされた。2004年の舞台ヒズ・ダーク・マテリアルズでデビューした。2007年の舞台、ピグ・マリオンのイライザ役により、イーブン・ング・スタンダード・アワードに、 ノミネートされた。2009年の舞台、太陽に焼かれてにより、ローレンス・オリビエ賞の助演女優賞にノミネートされた。その他、ザ・ピラーズ・オブ・ソサイティ、ハムレットなどの舞台に出演している。また、ハンナ・アンナ・カレーニが、フライト・ゲームなどの映画に出演している。2016年からは、TNT のドラマシリーズグッド・ビヘイビアで主演を務め、 麻薬中毒及びアルコール中毒で犯罪常習者のシングルマザーを演じている。1981年12月15日にロンドンで生まれたルイーズ、ジョアンの二人の姉がいる。父のマイケル・フランシス・ドッカリーはアイルランド生まれであり、運転手から測量技師となった。母のロレインはイースト・ロンドン生まれである。ドッカリーは エセックスのチャドウェルヒースファンデーションスクールで教育を受け、次にフィンチステージスクールに進んだ。その後はギルドホール音楽演劇学校に進み、2004年に卒業した。ドッカリーはナショナルユースシアターの一員であり、ギルドホール音楽演劇学校で学んで金メダルを獲得し、2004年にはロイヤルナショナルシアターでのヒズダークマテリアルでデビューを飾った。 2006年には、ピラーズ・オブ・ソサイティでの演技に対して、イアン・チャールソン・アワードを得た。太陽に焼かれてでは、ローレンス・オリビエ賞の助演女優賞にノミネートされた。ピーター・ハル製作のピグマリオンではイライザを演じて2度目のイアン・チャールソン・アワーズを獲得し、イブニング・スタンダード・アワーズの新人賞を2008年に獲得した。2010年には、 ハムレットでオフィーリアを演じジョン・シムと共演した。2005年、K の城でテレビでのデビューを飾った。2006年には、テリー・プラチェットの小説ホーグ・ファーザーの映像化2部作に出演した。2008年には、チャンネル4のザ・レッド・ライディング・トリロジーに出演し、また BBC のウェイキング・ザ・デッドで暴行被害者を演じた。 2009年には BBC でクランファードのクリスマススペシャル二部作に出演し、また BBC のザ・ターン・オブ・ザ・スクリューで主演を務めた。2010年から始まったジュリアン・フェローズ制作のダウントン・アビーでメアリー・クローリーを演じて人気を得た。サウスバンク・アワード新人賞にノミネートされた。同番組は 2015年末までにシーズン6まで放送されて終了した同番組での演技に対しエミー賞及びゴールデングローブ賞にノミネートされている2016年からは TNT のドラマシリーズグッドビヘイビアで主演を務めている2017年に配信されたネットフリックスのリミテッドドラマシリーズゴッドレスでも主演を務めプライムタイムエミー賞に ノミネートされた。映画デビューは2011年のハンナであり、シアーシャローナン、ケイト・ブランシェットと共演した。2012年の映画アンナ・カレーニナに出演し、ウィリアム・ボイドのスパイ小説レストレスのテレビ映画に出演した。2014年にはフライトゲームでリーアム・ニーソン及びジュリアン・ムーアと共演した。ドッカリーはジャズシンガーである。 ローニー・スコッツ・ジャズ・クラブの50周年で歌い、また、ダウントン・アビーでは、母親役のエリザベス・マクガバンの結成したバンドでも歌っている。ありがとうございます。